に入りましたか。絶対私は非暴力で暴力なんか使いませんけど、せめて言葉ぐらいは分かってください。今沖縄が命をかけて、おばあさんは自分を引き殺してもいいから危険を決めるって頑張ってるのに、こんなことようできるな、あんた。申し訳じゃない。この子おばあさんだって、あの坊やだって、みんなこれから生きていくの。戦争のない状況を作ろうと思ったら、なんでこんな広い場所を取るの。いいです。もうせめて半分でも引きなさい。そのバー自体が、交通の妨げになってるってことで、あなたたちが交通の妨げしててね、光も私たちそれ下げえなって話よ、うん、バーさん、引きなさい。それちょっと後ろ下げえな。それぐらいの常識は持ちなさい。沖縄の人が今信用の古いで繋がってるように、はい、すいませんじゃないよ。こんな交通妨害してて、だからこのなんだっけ、ポール自体が交通の妨げになってるって話じゃん。この場所なんでそんなに雨の中で待ち合いの人だってみんな通るのよ。下がりなさい。それぐらいは私は間違ってるとは思っていません。まやさん、あなたのお母さんは私よりもきっと年若いんですよ。どうも皆さんこんにちは。ただいまから、辺野古に基地を絶対作らせない大沢航路の、中継やってるんで、これ見てください。これ思いっきりこの通行の妨げになってるのどっちやねんって話でしょ。これ何やねんって話よ。
どっちがあの人の流れをせき止めとんねんって話でしょ。これ何の意味があるんやって話です。断られへんやんけって話は。ただいま、ただいまよじゃない、あの、ただいま、なんだっけ、
本日かなり涼しい、温度自体は湿度はあるんですけど、だいぶ涼しいですね。雨が降ってるんで、今丸ビルの温度はの掲示板で26度って書いてますけど、もうちょっと高いかもしれないですけど、まあそんなに過ごしにくくはないですね。このポールって何の意味があるんですか？なあ、このポールって何の意味があるんですか？なんであなたが喋られんねん。このポールって何の意味があるんや。あなたには喋らない。皆さんどうもこんにちは。どうも、あどうもこんにちは。ご覧の通り、これがあるから思い切り通られへんやんけって話なんですかね。向こうのあのなんだっけ、県警車と合わせて通路3分の2ぐらい埋まってもって3分の1ぐらいしか通られへん。
出て、兄弟のち出て、マブリマオさんの南の果てまで逃げたそうです。そこでアメリカ軍の火炎装置を使用できていますが、火炎銃によって肝臓を火傷したこの中で、やっとやっと生き延びてきたこの方が現在84歳です。その女性は新しい軍用基地を作るためにキャンプ地はこのゲートの前で体を張ってこう言われました。ここに新たな基地を作るならば、私を引き殺してから行ってください。体を投げ打っています。あれだけ命を大切にしている沖縄の人たちが、新たな基地を作るならば私を引き殺して行ってください。本人から沖縄戦で苦しんだ人々のことを、またまたもや私たちがやってはならないと、沖縄の人たちは力いっぱい今抵抗しています。私たちが大阪弁で何ができるか、沖縄のことではないのか、もうちょっと皆様考えてもらえませんか。今日はアイリスの雨ですので、チラシは配られておりません。今日5時なんですね。どうもどうも。お疲れ様です。あるかって言ったらないでしょ。これ公益通行の妨げになってるじゃないですか。ここで屋台でも作るかって話ですけど、たこ焼きでも売るとかですね、そんなわけないって話です。向こうの献血やる場所取ってるんちゃうかって話ですけど、
思いっきり通行の様だけポールってことなんですけど、嫌がらせでしょ、これ。ふざけんなもめぐらにしろって話なんですけど。坂様です、坂様。バナナ坂様。
大阪駅前をご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは辺野古に基地を絶対に暮らせない大阪行動といいます。ご通行中の皆さん、今沖縄では新しい米軍基地の建設のために、沖縄県本島北部名護市辺野古にある100シワークを拡張して、新たな海兵隊の軍事基地が作られようとしています。今日本政府はこのキャンプシュワブ米軍基地内に新しい V 字型の日本の滑走路を持つ米軍基地、弾薬庫と、そして軍事公安機能を持つ軍港をも併せ持った
人の命を理不尽にも思うような行為を根絶することができるでしょうか。
私たちの街頭宣伝活動は
戦争に転職しないような策を設けるべきであり、そうしたことにもっとお金を使うべきです。こちらまた不戦事故を過去のものにしてはダメです。これからも安心と安全のために JR の本体の鉄道業務を行っていただきたいと思います。旅市長や大阪府警に袋出されて、こうした政府に反対する活動を亡霊するためのその手先となってはいけないと思います。 JR 職員の皆さん、法学研究者の声明や大阪地方裁判所の判決をぜひ読んでいただいて、自らのご判断で自らの職務を全うしていただきたいと思います。私たちは10年間この活動を続け、10年間はほとんど何の妨害もなくしました。しかし沖縄県知事中島さんが埋め立てを承認し、安倍首相が集団的自衛権の容認や特別機密保護法の強行や、さまざまな戦争への政策を打ち出したときに、まさに承認したように、自衛なし JR という会社そのものが、こうした内藤宣伝活動に対する妨害行為に出てきています。それもあたかも、極右と言われている在日特権を許さない会とか、そうした連動力とも言われるグループとも、まさに強烈にして JR の亡命が始まっています。ご通行中の皆さん、ぜひ沖縄で起こっていることに目を見張り耳を澄ませて、新しい名分地、人を殺すための名分地での建設を絶対に止めるための運動を共に行っていただきたいと思います。今パレスチナ、イスラエルのパレスチナガザ地区に対する空爆から地上戦の強行に見られるように、今日もガザ地区では多くの死者を出しています。にもかかわらずアメリカはイスラエルへの武器の供与をこれからも続けると言っています。イスラエル軍が持っている多くの武器弾薬はアメリカから提供されたものが多くあります。イスラエルのパレスチナガザへの空爆や地上戦、そうしたものを支えているのはアメリカであり、そして日本であると思います。沖縄がベトナム戦争当時、悪魔の島と呼ばれました。多くの米軍戦闘機や米軍爆撃機が沖縄から出発していきました。悪魔の島、沖縄と言われることは、本当の意味で言えば日本が悪魔の国であるということです。日本から多くの米兵がベトナムへ飛び立つ、そしてイラクやアフガニスタンや今はパレスチナへも、そうしたことをどこかで断ち切っていかなければならないと思います。米軍基地がある限り、人を殺すための軍事基地がある限り、こうした戦争がいつまでも断ち切ることができないと思っています。私たちは全世界でもまれなと言われている平和主義と言われている憲法9条、これを単に守り抜くためには中国大臣に実践する行動が今こそ求められています。憲法全般においても多くの人々の不断の努力によって、この憲法の趣旨は守られる、そう記されています。単に政府に任せておけば、単に任せておけば、自らの安心や安全や平和が守られるわけでもありません。不断の努力と、私たち風に言えば不安と戦いによって、そうしたことが守られます。全国の通行中の皆さん、今日はあいにくの雨ですので、チラシの配布や署名へのお願いをしていません。でも今も沖縄のキャンプ勝負ゲート前
通られへんやん。なんでこんなに人が傘持ってこういうところを通るの。俺が危ないじゃないよ。これが危ないやんか。なんでやめろ、わかんねえ。松田とちは、なんでこんな当選をするのよ。あなただけの主張じゃないでしょ。これ何やの、これ。これ通られへんやん。何やの、この。これボールは。なんだ、これボールは。え私たちは開くまでしたこのポールがあるからなんだっけ思いっきり通行できないっていうなんでやろこれもうあなたの頭もどうかなってるわこれだけ幅取ってなんともないのでこれだけ幅取ってなんともないのこんなに場所取って幅取りまくってますねこの後乗客のこと考えてもらう通行人のこと考えてもらう通られへんやんこのポールがとこの献血車で3分の2ぐらいもう埋めて持てるじゃないですか通路だから通られないじゃないですかいつもよりさらにポールがあれですよ落ち寄ってるっていうかってるんだ違います。どういう問題やないの。だからこれ意味がないじゃないこのポール。このポールとのけろよって話でしょ。あいつものやつです。はい。これとこのポールは何やの。なんでベロクラで明かしたらあかんねんって話。ここはパブリック広場ですよ。わかりますか。何様やと思ってるのでここは何様ですよお互い様じゃないよお互い様ではありませんお互い様ではありませんなんでわざわざそういうことをなさるんですか違いますこのポール自体が思いっきり通行の妨げになっているということをなんで認めないのだえこんなに広い場所を通してこの辺りの人たちの人が通り邪魔になってるなんてやろ邪魔をしてるのは自分じゃないのようそんな恥ずかしいこと言えるあなたお家でこんなねご寝床みたいなことするの貴重な言わないじゃないよこれ何の意味があるのねえこれ何の意味があるのなあこのボールは何の意味があるんやって言ってるんやあ？あんたどうしようってないよ知りません私は私です知りません私は一つ自分の責任においてきてる雨が降ろうと寒暖ゲリであろうとここはとっても皆さん安全が一番なのか
あの人の命令じゃない。あの人の考えです。誰も命令していません。命令しないでください。だったらこんな邪魔。これ意味がないでしょ、このボール割ってきてるんですよ。ここの通行の邪魔してもなんともないんでしょ。あなたたちが邪魔してるんですよ。あなたたちが邪魔してるんですよ。どれだけの歴史があるかあなた知ってるんでしょ。こういうことじゃないじゃないの。違います。ここは我々をやっていいとはなくて、我々はやめてください。でもこれは根拠がないんですよ。で、このポールは何の意味がある。違うよ。で、このポールは何の意味がある。このポールは何の意味があるんやって。このポールは何の意味があるんやって言ってるんや。あなたは考えようと思って。あなたも考えようと。いえいえ、違います。私は好きだと思う。あなたの代わりはやってないんですよ、我々は。違う、それはあの人の話。私は何も知らない。このポールが出るのは邪魔だな。あ、通れない、通れない。なんだこれ、通れないよ、これ。大きい声出してるの。通れないじゃない、これが。いや、わざわざ通らなくて怖いじゃない。なんでここ通れなくて、あなたに通るの。あなた通ってないないの、いつも撮影してるだけじゃないの。ポールがあるから通れないじゃん。通ってんの。管理できてないじゃない、こんなポール立ってるわけやから。え、こんな障害物立てるわけが全然管理できてないじゃないか、あんた。その人と関係ありません。それは知らん、この人の勝手でしょうが。そんなこと黙ってない。そっちの人も言うことは言いません。まあ、その普通警察とね、妨害というのは、沖縄で住民を殺殺してると同じで、同じです。もっと命を考えてください。だからこのポールは何の意味あるんよって言うてるやんか。何を言ってるんだこの人。え、あ、どうも、コンティーコイン、どうもありがとうございます。あの、雨晴れてるときになんでこの広げてるんやって話。雨ですよ、広いんですよ。そうよ、そうよ、だからおかしいですって言ったの。もうちょっと待ってもらうか、押してください。意味があるのかって話ですよ。意味があYeah.
あ、つまり邪魔してるってことを認めたわけですね、このポールは。え？え？今聞いたな。俺らがここに荷物置けんのとこれ置けんって今言うたことない。あ、そう。お名前の人の裏配りしないと分からない。裏配りしないで言うてへん。荷物置けんのと負ける。荷物置けんかったらええの。言うてやろ。あなたなあ？あ？関係ねえろ。いやいや、あなたは どちら様ですか。あのこの方を知り合いでちょっと喋ってはりました。関係ないでしょ。あんたには関係ないです。ああ、関係ないでしょ。あんた何？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 知るか？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 うせろ。ああ、もう少し待ってます。関係あんの？言うてきはるから横からね、この人と話して。いやいや、同じなんかかなと思って。いやいや、全然関係ない。別にここから話しかけんといてほしいなと思って。まあ、こちらの方と話して。あの、さっきの女性も言ってたけどね、人が食べるのは勝手なことやから。うっそうしいな、ほんとに。ええ加減したよ。で、どういうご関係ですか？うっとうしいな、あんた。え？のろいくらいしとるな、こいつ、ほんま。ほんまにいけんか？あんた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 ほんまにいけんか？ほんまに。あんたほんまに JR か？あんたほんまに JR の職員か？あなたは誰ですか？ああ、あんたほんまにいけんか？あなたはどなたですか？ああ、もう。なんで後半の方と話してるんですけど。ああ、なんで話してるの？なんであんたが話しかけてくるの？話しかけんの？なんであんたの名前を言わなきゃいけないの？いやいや、なんか話しかけていかれたら何かなって聞いてるの。何かなじゃないの。あのポールは何の意味があるの？あのポールは何の意味があるの？あなたたちがビラ配りをするのをやめてくださいということで言ってました。そう、つまり妨害のために置いてるってこと。ビラ配りは妨害のために置いてるってこと。ポールとかいろんなものを置くからですよ。つまりビラ配りの妨害をするために置いてるわけやな。つまりビラ配りの妨害のために置いてるわけやな。つまり妨害のために置いてるわけやな。旗とかそういうのを立てるからそれをやめてくださいと言ってます。だから妨害のために置くっていうことやな。やめてくださいと言ってます。あ、わかりました。つまり、なんだっけ、ビラだらなんだらを置くから、そのポールを置いてると。荷物置かれたり、旗置かれたりね。妨害のために置いてると。邪魔になるからね。それ妨害のために置いてるってことやな。置かないでくださいという意味を落ちてる。妨害のために置いてるわけやな。あなたたちはここを妨害するからね。ここ置かないでくださいという意思表示をして。妨害するのはあんたでしょ。いやいや、このポールでしょ。あなたたちがここを置いてるからね、言ってるんですよ。つまり妨害のために置いてるわけな、あんた。あなたは誰ですか？あなたは大事ですわけじゃないよ。あの、ここなんか置いてた人ですか？ああ、関係ないでしょ、あんた。なんだ、もう結構。あれ、もうね。あのですね、あなた、本当に駅員かなって思うんですよね。敵じゃない、ね。さっきの駅員、自称駅員が、あの、このポールはなんだっけ、大沢行動を妨害するために置いてますっていうことを今認めました。
ケットの車も土曜日の、うん、大阪公路やってる時間帯だけしか運んでません。明らかに妨害のために出てます。確かに献血は必要ですが、平日全然荒れててません。平日もここ人いっぱい通ってます。平日に出せばええものをわざと土曜日のこの時間にぶつけて出してきてます。あれはわざとあそこに妨害のために出させてるんです。あの研究者は平日はおらないですかね。わざとここに置いてるんですか。おっとっと、これはよく来てるか。5時になったら片付けますんで。研究者は店じまいしてますね。揺るぎのないものだと
中も通行中の皆さん、受けてる。あ、どうも。危ない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 。あ、開けてるよ。
よし行こうよし行こう行こうよ、行けいきます。どういうことやねんって話。はい、解放されましたのでどうぞ。ちょっと車が赤信号無視してバーって来たからですね、バスと衝突しそうになったからバスがプーって鳴らしたんですね。やばい。どうもありがとうございます。コメントでコメントもありがとうございます。研究者の思いっきり通行の妨げになっているのは、見て、目を見るような歩き方なわけですけど、どないやかんねんって話でしょう。
要はあの辺野古の基地を作らせたいんでしょ、絶対作らせたいんでしょ、 JR 西本は。駅舎に帰ってください、さようなら。帰ってきました。あ、これはあのあれです。もらったんです。もらった。はい。辺野古の基地を絶対作らせない大阪行動公式アカウントの方にもらったんです。あ、どうぞ。どうも皆さん、ただいま辺野古に基地を、あ、すごい広くなったわい。辺野古に基地を絶対作らせたい JR 行動の妨害にも見えず、なんだっけ、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動、ただいま完成しました。えらい雨がジャンスか降ってきたので、でもうすっごい広くなったでしょ。失礼しましたね。どうもありがとうございました。という感じですね。本日、辺野古駅を絶対作らせない大阪行動完結しております。ただいま、もう間もなくなんだっけ、まとめ集会が行われるような気がし、ますじゃない、断定します。まとめ集会が、集約が行われるはず、
あ、あ、傘が傘も刺さずに赤坂、赤坂じゃない。みんなで辺野古行こう。辺野古、辺野古、はい、辺野古に、辺野古、あれですよ。そうやったらピーチだったらセール中で、何もかい2600円で。あ、そうなんですか。片道2600円、ちょうど売るまで。あの、前ずれで食うより安いですね。安いですね。5000円でいけるぞ。はぁ、5000円でいけるぞ。平日の方が安い。平日しかね、火曜日から木曜日までが、はい、安いやつで2600円。はい、ということです、皆さん。はい、あの宣伝してるわけじゃないけど、ピンチは2600円なんですか。もう電車より安いです。電車とかバスより安いけど、即割の本当にあのもう申し込みが締め切られてるかもしれないけど、あのパイロットとか全員パンツ一丁とかそういうわけじゃないですあの着るものがないと。昨日の夜から60時間セールということで、あ、まあ、ピーチ、ヤスリ、今日の夜までやってますよ。あの座席が全部パイプ椅子とかそういうわけじゃないです。釣り革かもしれませんけどね。ゴザが引いてあったら、そこに座りそこにするとか。満員電車で、痴漢に注意とか言われるかもしれないです。まあ、多分大丈夫です。多分トイレとかもついてるはずなんで、中でペダルがあって、みんなでこぐ、とかですね。てか実は船やったりとかする。貨物船やったりとかですね。あの天神祭りとかにあるあの橋系みたいなやつだったりとか、あれで沖縄まで行くのかなりしんどいと思うんで、あれ船に引っ張られていく。はい、片道2600円で行きます。高速バスを借りたら乗ったら、那覇から、名護まで2300円ぐらい。バスとほとんど同じですね。そうです、市バスとかあるんですか。高速バス市バスで3時間、高速バスで1時間半ぐらい。やっぱりかなり時間か。一般道なん。いや、高速道路ない。高速バスは100キロぐらい、100キロぐらい離れてるんだ。変なことその航空そんな離れてないでしょ。やっぱりその道路状態の関係、50キロ。やっぱ結構時間かかるんです、ね、そうですね、高速から。はい、ただ、はい、市内が混んでるので、1年目に入ります。本日が11年目。今日の感想、署名は続きません。それから、カンパ箱も今日持ってくるのを忘れました。何もここはできてないんですが、せっかくのお集まりですから一言ずつ感想をよろしくお願いします。521回です。今日から11年目です。まあ、どっかが階段の上でずっとその何か工房を見てたんかな。今日は動かないでそこに何人もおったように思います。じゃあ皆さんどうぞいろいろ置いてやってください。あ、そうそう、それから私が講義してる時にたぬきさんが公園の講義をしてくれたら、この人誰やってね、私が一人で来てるから知らんって言っても、一人としてこの人友達だから知らんって言って、
なんであんたのそのしゃべりに入ってくるの、実に質が悪いです。もう絶対人の名前は言わへん。あんたとは喋らないと言いましたね。僕とは喋らないと言われましたね。あの、あんたとは喋らへんと僕に言いましたね。まあ、なんだかな、よほど嫌われてんのかな。いろいろ理由はあるんですよ。でもまあ、私たちが雨が降ってもやるということは、これは一つの表れであるし、現れだけじゃなくて、辺野古のことではなく、私のことだから、私のことに来てるんだっていうのを、ちょっと主張したのね。それはそれで、向こうは聞いてたと思いますが、まあ、これからどんなことになるのかわからんけど、絶対もう声が止まらんぐらいでっかくなってます。もっと下がらなくちゃ、下がらなくちゃと思いながら、前に進んでしまいました。来週ぐらいから酸化バスを用意してくるけど、またそれはそれで鉄の体験になると思います。わからんように酸化バスをなんと記入してきます。30日に1時半から近畿中部防衛局に辺野古の基地建設を始めたことに対して、まあ、私たちが大阪でできることは何かというので抗議に行きました。から2日ほどの呼びかけの時間があったんだけども、60数名の方が集まってくださって、それはそれはそれなりに大きな抗議になったんじゃないかなと思いますが、あの近畿中部防衛局の部屋の中に入らないで歩道のところに出てきてもらって、広報官2人それぞれが自分の思いを何人かの方が言われたんです。で、うなずいて聞いてたけど、あれがポーズかそれとも聞くだけの格好するのか、まあその辺は分かりませんが、言いたいことを言いました。で、あとは小林さんやそれから蓮さんや現地に行かれた方のその直接の感想や、それから自分がこう思うっていうふうなのを帰られましたけど、三浦さんとか今日は来られてない西山さんとか、ま、何人かの方が言われて、大体1時半から2時半ぐらいまで1時間ぐらいの講義がありました。で、あのゲリラに対して1回で終わるのはもったいないから、もう何回か多く受けましょうということですね。ゲリラ、はい、で次のゲリラ行動がいつかいうのはまだ決まって、それはあの、あれですね、あのちょっとあの悪いですよ、まあ、あの台風明けから本日の朝に何かあるんですか？今は結構国土が温度になりましたので、その場所に大阪で来て回りますとかね、ピーターカルミックさん、ピーターカルミックさんの東海から乗松さんという女性の方が来られて、そこにも少しだけ大阪行動のアピールをさせてもらいました。今私たちに一番求められているのは日本人としての責任ということを偶然言われて、私の作ったあの横断幕も日本人の責任と書いたので、今私たちが自覚をして行動するというのがとても大切かなというふうに思いましたので、また来週からよろしくお願いします。もう懲りないメンバーいっぱいですね。30日にあの東京 の、 あの海上保安庁にもあのその亮太さんが、あなたもブログから引き出してもらって、その亮太さんが3時間ぐらいかかってた、ええ、もう思いっきり怒ってた。亮太がさ、あのあれです、あの8時ぐらい、8時半ぐらいまで行ってたんですよ、あの午前さんのピッタのピッタってのあれなんていうの、動画っていうの、ツイキャスですね。ツイキャスを見たら、その亮太さんが東京の海上保安庁に抗議に行かれて、で警視庁と海上保安庁隣り合ってるんですけど、警視庁行ったら、警視庁の機動隊やらんやバーッと出てきて大騒ぎになるっていうか、嫌がらせしていきやがった。大浦湾と辺野古の浜のところでカヌーが拘束されて、でダフされたようなことに対して抗議があって、はい、まあ、それはしないとダメやと。でその藤井という広報官が出てきたんだけど、はい、その、ということ要請文というか意見書文と抗議文をお預かりしますと言って、お預かりじゃないやろ、お預かりちゃうやろが、渡すんやろと言って、絶対渡すとは言わない、お預かり。それですったもんだしてね、もう役に、なんて出来役じゃないというか、あんたのは役に立たんとか、引っ込んで帰ったりしてね、でまた出てくるとか、まあいろいろある。保安庁の長官呼べっていうことなんです。佐藤なんとかいう長官を呼ぶとか、まあ、園さんも、
決して大勢の人数じゃなくて、最初は6人ぐらいだったのに、20人ぐらいになったのかな。あの地下鉄の駅がの出入り口が封鎖されてるから、みんな合流できない。行きたくても、そこでも止められる。ものすごかったですね。かなりすごかったですね、嫌がらせっていうか、妨害が。いつまでこれ続くんかなと思ったけど、とうとう最後まで見てしまって、ありがとうございました。いやいやいや、はい。いや、僕じゃないですけどね。そんなことで、私たちにできることは何か分からんけど、現地に行かれたり、それから地域で見たり、あとは大阪で事務局やりましょうか。今日から11年目ですので、よろしくお願いします。運動関係がちょっとクールな感じだったから、まあ良かったです。まあ、そんなに暑くなかったから、まあ、今25度ですけど、ね、よかったです。あ、まあ湿度はあるんですけど、まあ、暑いよりはしんどいくらいから、ね、沖縄はもっと暑いです、ね、沖縄は冬のほど暑い。あ、しかも鉄板引いとるんですか。鉄板は引くわ。帽子かぶってるこんだけ開けてしまうぐらい暑い。だから全然違う。ああ、だから紫外線がもうその布とか貫通しちゃうぐらいの勢い。皆さん長袖で。あ、あなたにまたこのお盆は。というわけで皆さん。どうも。あ、どうもお疲れ様でした。どうも。というわけで皆様本日のいやいや、ありがとうございます。本日の配信ですが、もうそろそろ一応終了させていただきます。皆さん本日どうも、ご視聴どうもありがとうございました。というわけでどうも、失礼します。